回のタイトルは、クラーケン取引所の取引量は SEC の取締りの中で上昇を続けるです。ぜひ最後までお付き合いください。米国の多国籍デジタル通貨取引プラットフォームであるクラーケンは、米国証券取引委員会 SEC の標的になったにもかかわらず、取引量が急増しています。コインマーケットキャップのデータによると、クラーケンの取引量は過去24時間で 20.01% 増加し、7億6267万ドルにも上ります。 SEC は米国の顧客にサービスとしてのステーキングを正式に登録せずに提供したとして、クラーケンに対して訴訟を起こしました。委員長のゲイリー・ゲンスラー氏は次のように述べています。本日の措置は、ステーキングアズアサービスのプロバイダーが登録し、完全で公正かつ真実の開示と投資家保護を提供しなければならないことを市場に明確に示すものです。このような強制措置は通常、暗号エコシステムとデジタル通貨にパニックを引き起こし、価格を大幅に下落させる傾向があります。クラーケンに関しても同様の弱気な姿勢が予想されましたが、その逆が観測されているのです。クラーケンは現在、バイナンスとコインベースに次ぐ第3位のデジタル通貨取引プラットフォームとして位置づけられています。観測された取引量の増加は、コミュニティが SEC を無視してデジタル通貨取引所との連帯を示す方法として最もよく説明されています。絶望的な時代と絶望的な対策。 SEC による暗号業界の取締りの動きは、コインベース CEO のブライアン・アームストロング氏が猛攻撃の噂を聞いたといった昨日初めて示唆されました。これまでに起こった出来事について、アームストロング氏はツイッターで、取引所が政府の猛攻撃から身を守るための手段を講じなければならないだろうと共有しました。 SEC の猛攻は、クリプトマムとして親しまれているヘスター・ピアース氏を含む多くの業界関係者によって承認されませんでした。リップル社のような規制当局との長い法廷闘争に突入しないために、クラーケンはステーキングプログラムを終了し、3000万ドルの罰金を支払うことにも同意しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。